ラスパ白山店舗東側外観サークル系側から B 敷地を俯瞰ラスパ白山は石川県白山市倉光に所在しユニーカ部式会社が運営するミニモール型ショッピングセンターである白山市の中心駅である JR 北陸本線、松島駅の南側約 1km に位置し、市役所や松島総合運動公園、公立松島石川中央病院などが集積する 白山市の中心となる地域に建設されている。2012年5月に地元との協議により出展が決まり、2014年初夏から熊谷組によってピアゴ白山倉光店を各店舗として建設が進んだ。モールコンセプトを毎日の快適ライフをサポート3世代コミュニティショッピングセンターとしている。すべての建物は平屋建て。 各店舗のピアゴ白山店は、食料品、日用雑貨を取り扱い、医療品や生活雑貨は扱っていない。なお、サービスカウンターには、サークル系ミニ SS ピアゴ白山店を設け、コンビニのサービス業務を提供していたが、現在は撤廃している。先行開業した東側の A 敷地、未開発で西側の B 絵地からなり、 さらにそれぞれの空いた敷地を活用して将来的にはモールの規模拡大を予定している。なお、A 敷地東端には別棟が2棟建設され、石焼きステーキ前石川白山店が同年11月21日に先行開店。B 敷地の大半は未舗装の臨時駐車場となっている。B 敷地の西隣にはかつてサークル系白山運動公園前店が 出店していた。同社の既存店、アピタマッ店とは、直線距離で約1キロしか離れていないが、同業他社もひしめく、激戦区にきめ細かく、店舗を配置する、ドミナント戦略を取り、需要を取り込むことになっている。英式地西側に各となるピアゴなどが入る旨があり、衣料品、シューズ、雑貨、書籍などの物販店舗や、クリーニング、携帯電話販売店、 旅行代理店、子供向き学習教室などのサービス店舗のほか、当ショッピングセンターに入居しているほとんどの店舗が、この棟にある。A 敷地東側には、飲食店が入る建物が2棟ある。B 敷地には以前、サークル系が存在したが、現在は、テナント建物はなく、当ショッピングセンターの臨時駐車場となっている。ピアゴ白山店に関するカテゴリー、ありがとうございます。